今日、公害の被害者団体などで作る委員会と面会した伊藤大臣は、水俣病被害者との懇談会の場で職員がマイクを切った問題について改めて謝罪しました。お詫びを申し上げます。この問題をめぐっては来月、水俣病患者連合などと伊藤大臣が再度の懇談を行う方向で調整が進んでいます。今日の面談では委員会側が伊藤大臣に水俣病問題の解決に向けた考えを問いました。大臣ご自身のご計画やお考えが終わりやったらご教示願いませんでしょうか。私の望みとして新しい解決法が見つかってくるというふうに信じていると申し上げたところで、今の段階で具体的にこういう新しい解決法があるということではございません。また面会では委員会から公害の根絶を求めるおよそ2万5000人分の署名が伊藤大臣に手渡されました。